じゃあ今回はね YouTube のコメントに返信を動画でさせていただこうかと思いますえテーマはねカウンセラーってことなんですよでカウンセラーさんって世の中にたくさんいてカウンセラーさんもそれぞれの専門があったりそのスキルに差があったりいろいろしますよねもちろんカウンセリングの料金に関しましても安いのと高いのとか様々あると思いますそれについてなんですけどもこういうふうに書かれてますえさほどそのの分野の経験がなく、 さほど専門知識も勉強しないで自称カウンセラーを名乗って高額なカウンセリング代金を取っている人が増えていることについてカウンセリング業界で問題になっていますということですけどもあの高額だから問題っっていうのはちょとと違うと思う思んですようんあのやっぱりね人がお金を払えばそれは適正価格なんですよね。でスキルがなくてもその人にカウンセリングをお願いしようと思えばそれは適正なカウンセリングになるんですよ。 でもちろんね高いスキルの人が安い料金で出してくれたらありがたいですけども実際価格っていうのは買う人がいて成り立ちますからどんだけね素人のカウンセラーさん自称カウンセラーさんが自分はあの30分5万円でやってますって言ってもお客さん一人も来なければそれは成り立たないんで値段下がるっていうふうなねこういうふうなあの逆選択っていうんですけどもね専門用語では逆選択の原理が働いて結局値段ってどっかに落ち着くんですよね。 まあラーメン屋だってね5000円のラーメンですって言ってもの珍しく食べる人もいればでも5000円だったら高いよねって食べない人もいるとじゃあ牛丼が300円の時は殺到したけども牛丼が1000円になったらどうでしょうかとかね結局価格ってつけてる方とそれを買う方が両方決めてるんですよねであとはカウンセリングを受けてなんだこのカウンセリングはダメだと思ったらクレームになったり二度といかないことになってそのカウンセラーさんは失業するってことになるんで淘汰の原理も働くわけなんですよで今度はね あの高いレベルのカウンセリングを安くやるとどうなるかっていうとカウンセラーさんのコストが合わなくってもうその金額じゃやっていけませんってことになってカウンセラーさんは倒産するわけですよ経費倒れってやつですよねこれもあるんで安いからいいってもんではなくってやっぱりそこそこの料金を払うから手厚いカウンセリングを受けたりとかあのサポートとか責任を取ってくれるっていうところもありますんでねそれから全てのカウンセラーさんが当たりではないですやっぱりたまたまま自分の 近所にいるもしくはご縁のあるカウンセラーさんがレベルが高い気が合う人かもしれませんし気は合うんだけどもあんまり問題解決にはねつながらない人もいるかもしれませんでも結局問題解決だけじゃなくってその人柄に対しても私たちはお金を払ってるんで例えば近所のねあのみんながねおいしくないって言ってるラーメン屋に通いたがる人もいるわけですよ。 じゃあそれは詐欺かって言われたら成り立ってるんだったら詐欺ではなくて当人同士がそれで納得してるんだったらまあそんなに問題にすることじゃないかなと思うんですよもちろん詐欺ってたりとかねカウンセリングが出ますとか言ってお金を振り込んでもらってとんづら濃くみたいなのはちょっと論外ですけどもそうじゃない限りはバランス取れてるんじゃないかなと思うんですよはいそして、ね、コメントはまだ続きます 問題といっても人の悩みを聞いてアドバイスするビジネス自体は違法行為ではないので犯罪として問題にしているというよりかは倫理的な問題になっていますこの倫理っていうのも100人いたら100通りの倫理があって倫理っていうのはルールじゃないんですよねだから罰することもできないし裁くこともできないんですよつまり倫理っていうのは A さんの倫理と B さんの倫理 C さんの倫理ってあって倫理観が似たような人が、まあ、コミュニティを作る友達になるってことになりますそして長いこと付き合っていくとその倫理観もお互いに影響を受けて変わることもあるんですよね じゃあね、あのー、日本で犬や猫を食べるって聞いたらちょっと気持ち悪いですよねでも戦,中戦後ってて別に食べてたわけでで、すよで。私たちのおじいちゃんとかおばあちゃんの時代は食べるものもなかったっていうところもありますけども近所でね犬をさばいて食べてるってそういう人たちもいたんで釣られて食べちゃったたりしたわけですよね。これはね「仁義なき戦い」っていう映画の中にも犬を食べるシーンで出てくるんですよ。 だからね時代が変わると倫理観も変わってきたりとか感じ方も変わってきたりとかしまいにはコオロギ食べるとか言い出すわけですよ <laughs> コオロギは食べたくないですよね <laughs> まあでもね場所によっては宗教によっては牛を食べないそれから豚を食べないみたいなところもあってなんかその豚のエキスを使った化粧品ですら使っちゃダメみたいな感じでハラール認証っていうのがね世界で見積もられてる基準になったりとかもすることもあるんですよね、うん、ちょっとまだあのコメント返事は続きますけどもバッテリーが切れそうなんで一旦切ります